はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。おす、おーす、ということで、本戦お疲れ様でございました。本日ね、スペシャルバトル、混合ガチャということで、バチコン決めていきたいと思います。まずは混合、ヘイ。はい、はい、あまあ、混合のかけらね、皆さんもうすでに記憶の彼方にぶち込まれてしまったかもしれないですけど、かけらが、FP 交換にあるから、まあ、セーフかまあ、セーフかはい。ということで、今回ね、古戦場だったんですけど、水古戦場。正直、いや、懺悔するわ。私、懺悔ちゃん。懺悔したいと思います。ドゥク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 。ソルジャーのバレット、結構サボってたー。ペペーわーグキヒカキンさんのモノマネをしてもごまかせない戦犯をかますということでね。まあ、200ヘルだから俺フルオートばっかやってたね。うん、手動ほとんどやらなかったけど、早い人はもうほんと49秒とかだったっけ。まあ、フレズベルクがバチコンかましてたような印象ですね。ちょっと SSR チケ回しちゃっていい？うん。ちょっと SSR チケを回しながらそのあたりについて深掘りして自らの罪を懺悔していこうかなっていうふうに思うんですが、じゃあ SSR、混合召喚石確定ガチャ、混合ももうすでに交換してたんで、はい、剣ザメ、11月古戦場 SS レア確定、キャラ武器確定、これだな。おい、お、SR、SR も本でしたわ、そういえば俺。お、SR やんって思ったけど、SR もただただ本だった俺。全キャラ持ってた。SSR チケ、行くぜ！対戦よろしくお願いします！はい！せい！やあ！てい風コルワだね。そういえば水コルワ使わんかったのー。なんかワンチャン使えねえかなって思ってたけど。うん、まあ、風コルワというかバッファーつながりの話。風コルワ、水コルワからのバッファーの話をすると、まあ上位の人たち、ソルジャーとか利用してた人たちは、風アニラを使ってたね。風アニラと土アンスリアと、まあ最高度をつけてダウンできるっていうところが魅力的な部分だったんですけど、まあやっぱ多属性、どこだ？水アニラ。ここかな？うん。風アニラは3アビで弱点追撃効果。これね、属性選ばないんですよ。だから、まあ、ダウン要因だね。アニラでダウン、アニラに3アビつけて3ターン追撃つけるじゃん。で、攻撃して、で、次ターンになるとハーゼリーラが出てくるっていう。まあ、落とし要因かつ、フレズベルクに追撃もつけられますっていうクレブーの選択で水アニラが使われてたなーっていうコルワからの派生の話なんですけど、はい。いやー、ソルジャーの弾ね、なんか思ってたより大変だったわ。なんか正直、一個前の、半額の時にね、正直鼻ほじってた。俺は、あの時正直鼻をほじってたんですよ、僕は。あ、でっけえの取れた、みたいな。そんなこと言う、まあ、どうせいけるっしょ。うん、そんな感じだったんだけど、ちょっと間に合わんかったね。思ったより、鉄鉱石が足りないが、分かった。鉄鉱石の足りなさ、鉄鉱石って俺、別にガロンゾの深き戦いだっけ？ガロンゾやってたから、まあ別にええやろって思ってたんだけど、うん。ちょっと足りてなかったね。まあリキッドスチールは集めてたけど、っていう。まああと2、3発だった気がする。バブ玉ね。バブ玉あと2、3発だった気がするんで、まあ次の半額、行く年来る年キャンペーンでお会いしましょう。バーイ、ビャカジャカジャカ。うん。感じですね。はい。まあ、今回の古戦場は結構、な、今までの古戦場より正直俺は、毛色が違っておもろかったな。というか、なんか、マナダイバー多かったからさ、今までの古戦場って。まあ、正直、最終的にはマナダイバーね、みたいな。こうやって耐えて、マナダイバーを通すのね、みたいな。マナダ、フルオートの話ね。まあ、手動はわからんけど。フルオートは結構、マナダイバー投資ゲーだったような気がしてて、うん。この耐久力確保して、キャラクターでディスペルとかの枚数ある程度確保して、マナダイバーを通すみたいな。
どうしても通せなかったら他ジョブ。速度狙うとね、結構そんな感じだったんだけど、今回の水子戦場はそのあたりが結構多様性に溢れてたので、おもろかったっす。はい。まあ、そんな感じかな。うん。皆さんももし、なんか SS レアチケ、何が出たか、よければコメント欄で書いててください。あと SS レアなんか、余ったチケ回しちゃうか。うん。よいしょ。はい。ぐっ。なんでこんないらないやつしか出ねえんだえ待って、俺ガチャ特典 SS レア確定ガチャ6枚も持ってんだけど。やば大富豪やん。大富豪の男ミザ。さあみんな、私についてきなさい。チャリーンランセット嬉しいね。これは光の治癒ですね。グローノスデミクロン。クラウソラス。エウリピレス。ギガン。なんか、びっくりするぐらい使わない奴らがいっぱい来たわ。あ、でもランセット嬉しいね。ランセットは剣種真一なので、4凸が使えるから嬉しいな。で、イベント SS レアチケを回して、チャリーンまたお前が来るのね。またお前が来るの、オッケー。まあ、年末のね、グラブルフェス生放送とかでも、SSR、おフェディエルだ嬉しい。シャドウサーペント。俺、フェディエル4凸してないんじゃない？まあ、チケボン配布されるだろうし、ちょっとそちらの方も楽しみだな。あ、フェディエルこれでやっぱ2凸だわ。え、なんかめちゃくちゃ嬉しい。普通に一番嬉しいかも。今日の動画の中で一番嬉しいことが、フェディエル出たことかもしれねえな。大当たり。ラッキー。で、あとは、イベント SS ラー。これ最後かな。うん。ドゥー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 。わ、わ、泣いちゃったということでした。はい。まあ、個人的には今回の古戦場。まあ、ワワムツのね、バフが、ちょっと初見やった時、どうすんだよ、これって思ってたけど。うん。蓋を開けてみると、いろいろ対処法あったね。まあ、みんなも意見とかあったら、コメント欄に書いといてください。ちなみに、11月30日、あさってか。ガチャ更新だね。まあ、ここもどうなるかだよな。ここら辺からちょっとやっぱ石とか温存したくならん。うん。クリスマスキャラが来て、エトキャラ来て、みたいな感じの方が、どこどこどこってくるんで、まあ、ちょっと今月末は少し、あんま強すぎない、スルーできそうなやつをお願いしますって感じですよ。はい。ありがとうございます。はい。